ヒジャ・シンハイ博物館所蔵飛球飛球は、伝説上の猛獣の名。一説には、ヒガオスで、球がメスであるとされる。また、飛球という語は一般に勇ましい兵卒の例えとしても、用いられる。全漢の歌である、芝千の表した、四季号帝本義には、後に皇帝となる権限が、炎帝門の軍と、万泉の戦いでまみえる前に、 軍備と国力を増した政策の中の一つとして、熊、ヒグマ、ヒ、キュウ、トラを調教したと記されている。その後も、ヒキュウはヒジャとも呼ばれ、その名の通りジャークを避ける動物として、三国時代には、戦記の衣装などに用いられた。秋代に表された通俗歴史小説、三国支援儀においては、儀の初代皇帝である曹操が、十万ヒキュウ十万神。 という一説を持つ詩を残したとされている。現在では、飛球は、ハジャの動物というよりも、もっぱら財運の象徴としての意味を持つようになってきており、風水では四霊とされる竜、鳳凰、亀、麒麟に並ぶ、随獣として扱われている。飛球は金を食べ、お尻の穴がないので、蓄財のお守りになるとの伝説から、飛球をかたどった。 縁起物を建物の外側に向けておけば在庫を吸収してくれると信じられており、例えばかつて皇帝の居城であった四金城の北方には工場の難問である天安門と大になる地安門と呼ばれる門が存在していたが、ここには皇帝家の財神として飛球が祀られていた。中国南京市のシンボルマークでもある。ありがとうございます。